結構ローテーション的にもあのきついローテーションで来てますので、まず疲れを取ることを優先しまして、とにかくやりすぎないっていうことを、あの注意しながらやりましたはい場も食べてましたしそそう、極端な疲れっていうのは感じませんでした、はい、馬も落ち着いいてました。 あの1000メーターから15、15で入って、まああの、時計はそれほど気にせずあの、馬なりで気分よくっていうことをあの注意しながら、まああの、落ち着いて走れてたので、良、はい、かったかと思いますもう右回りは北海道競馬で慣れていますし、1006も前回こなしてくれたので、距離はこなせると思うんですけれども、あとは折り合いが鍵になってくるかなというふうに これまでは予定通り調整を進めてくることができました、もう本当に大一番になりますけれども、とにかく力を発揮できるように、最後まで頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願い,いたしますまだちょっと子供っぽいところがあって、ま、気の悪さとか、少し出すところはあるんですけれど、まだこう、ま,あ、まだ慣れてないというか。 徐々には良くなってきてきるんでスピードもありますし、まあ、ちょっと左回りよりか右回りの方がいいと思うんで、はい、今回はちょっと楽ししみにはしていバーセーマーと比べるとどうしてもちょっと少しふわふわして遊んじゃうところあるんですけど前回、中間は右回りでアわセーマしてやったときはすごい感じが良かったんで。 まあ本番は右回りですし、まあ、心配この追い切りでもまあ52ぐらい動いてますし、心配はなないかなと思ってます。スピードがありそうなんで、まあ、前目つけて自分のペースでレースを作れればなと思ってます。どうしてもちょっと馬体べりがしてるもんで、あのそれに気をつけながらししてました。追い切りは、まあ、納得いく追い切りができましたんで、あとはもう。 当日ね馬体が減ってなければいいかなと思いますんで距離的にはそんな気にはしてないんですけどやっぱり周りが初めての周りなもんでまあ、それだけですねあとはまあ頑張ってもらいたいと思いますまああの小柄な牝馬ですけどまあ、本当にあの根性のある走りしてくれるんでまあ期待してますんで前走船橋使わないでローレルショーを使おうかちょっと迷ったところもあったんですけどもローレルショー組ともちょっと 自分的には勝負できるんじゃないかなと思ってこちらの方に出走しようと思ってやってまいりましたあまり感覚がないので、まあ、さらっといこうというような、あのー、スタッフともお話ししていい意味で平行線できてると思います、まあ、スピードがあるスピードで押し切れるところが最大の武器だと思ってはいますけども裏に輸送した時にちょっとあまりまだ、あのー、神経質なままなのでそこがちょっと気輸送がちょっと気がかりなところが と思ってますけども東京でもかかる馬なのでいつも内側の方で右回りに乗ってますんで右回りは問題ないと思ってはいます。はい